おはようございます。速稼塾の子です。まあ、こんな格好で失礼します。今日はお知らせを2つさせていただきます。1つはですね、昨日、それからその前とね、何日か続けて叱咤激励と言いますか、結局何かに依存して自分の力つけてないんじゃないですかと、サボってませんかっていう意味で、まあね、ちょっと叱咤激励の動画を送らせていただきました。確かにね、この勝手にお金が増えるってものを手にすると、自分をね、鍛え上げることって忘れてしまうんですけども、そんなことを進めるためにこの速稼塾来ていただいたわけではないんですよ。速稼塾っていうのはまずは自分の力を鍛えて、その後お金を稼いでいきましょうっていうものが基本的なスタンスなんですけども、それにもうへきへきして自信がない方に、まずはお金を増やす方法を提供しますと。増えたお金がこうやって回ってるうちに、その生まれた余裕でビジネスを覚えていきましょうとか、きちんと FX やったりとか YouTube やったりとか、ブログをね作れるようになったり、集客とか紹介ができる自分を作ったりとかね、いろいろとやっていきましょうってことだったんですけども、なぜかね、稼げる方法をポンって与えると、なんかね、それがまるで自分の力がついたかのようにね、もう依存しちゃって、ビジネスをね身につけることをやめちゃうんですよね。思考停止してしまうんですよ。だからそれじゃダメですよと。何か危機が起きた時だけ慌てるんじゃなくて、何かが起きる前からずっとやっといて、何かが起きた時には慌てない自分とかを作っておきましょうっていうね、そういうメッセージをずっとお伝えしてきたんですけども、なかなか伝わってない方もいらっしゃってね、まあそういうのも込みでちょっと叱咤激励させていただきました。そしたらね、早速ですね、考え方が間違っていました。確かに私は暗号通貨でやられて、なんか情報商材でやられて、ネットワークビジネスも失敗しましたと。だから久保さんのところに来たのに、結局同じことをしてしまいました。そういうね、意見がね、たくさん寄せられました。まあ、たくさんといっても40件ぐらいなんですけどもね、そんな全体から見ると、私の見えてる1000人からするとたった40人かみたいな感じなんですけども、まあでもね、熱々と語っていただいて、中にはもう今日からビジネスやっていきたいんで、いろんなことを教えてくださいと。 YouTube をとりあえずやりたいです。 YouTube のサムネイルの作り方っていうのはなんかないんですかとかね、タイトルはどうやって考えるんですかみたいなね、結構いただいたんで、今日はね、 YouTube のサムネイルの作り方を別の動画で毎日の更新情報などにお付けしてますんで、参考にしてみてください。本当にね、今振り返ってみて、自分が稼げる力をつけて、それによって振り込みがあるのかどうかをもう一回認識してくださいね。そしてもう一つね、自分の力量を超えたお金入れてないですか。そんなこと私は教えてませんからね。自分の力量に合った今日を送る、力量に合った明日が来る、これだけですから。なんでね、どっかから借りてきたお金を突っ込んだりとか、大切な誰かの資金をやったりとかね、そんなことをねやってるんだなと思う。もうギャンブルですよ、これは。もう全員ギャンブルやってるんじゃないかと思うぐらい、寄せられる悲痛な叫びの中には、これギャンブルやってますよみたいなねあなたギャンブルですよって、10秒後に亡くなってもいいお金じゃないでしょみたいなことがありましたね。はい、これが一つ目です。もう一つはですね、8月25日、FX をもう心から身につけたい方に、第2弾のチャンスが与えられています。そう、速稼塾プレミアムセカンドです。これはね、速稼塾プレミアムで、なかなかね、タイミングが合わずに学習に乗り遅れちゃった方、サポートは受けていたんだけども、積極的に質問ができなかった方のために、もう大サービスでですね、速稼塾プレミアムセカンドってのをお送りしたときに、速稼塾プレミアムの前回の分ね、去年のにどっかのプログラムに参加していただいた速稼塾プレミアム生さんは、1円以上の入金で招待ということですね。だからといって1円の入金とかね、やめてくださいね。やめてくださいって別にいいんですけども、1円っていうかね、まあなんかね、それなりにもいいですよ。1円でいいですか。1円から30万の間で自由に設定してください。別に金額が大きい小さいがあったからって言って変な判断することはありませんけどもね、本当にこのチャンスを、感謝をね、形で、表せるもんだったら、まあまあな、まあちょっとこれあまり言うと、ちょっと脅しちゃうことになるんで、やめておきますけど、本当1円でもいいですからね。1円でも振込手数料は結構高いと思いますんで、その辺で、よろしくお願いします。8月25日、海老名で募集開始になります。募集期間1週間ぐらい設けると思うんで、海老名に来れない方は、私のね、いつものこの動画をご覧いただければ、速稼塾プレミアムセカンドで、FX の力を今度こそ、しっかり身につけることができます。 FX の力って一生のうち1回だけ身につけておけば、あとはもうどんな投資案件もいらないですからね。どんな美味しい話にも動じることないですから。これが最強の防御力をつけて、最強の攻撃力をつけて、お金の心配は永遠になくなります。なぜなら FX は永遠になくならないんですよ。ビジネスの案件とか暗号通貨の案件っていうのは、生まれちゃ消えて、生まれちゃ消えてでしょ。会社の案件に乗っかっても、ネットワークビジネスの案件に乗っても、その会社っていうのはなくなったら終わり、事業を辞めたら終わりですからね。FX は世の中にお金がある限りずっとありますから。だからこれ全然違いますからね。ちょっとやそっとの投資案件にね、興ずるのと全く違いますから。それから FX の自動ツールとか、代行で売買しますよっていうものがね、未だに後を絶ちませんけども、考えてみてください。FX で勝てる人がそんなもの利用しませんからね。
FX で勝てない人がそこに集まるわけですよ。で、FX で勝てない人が集まるところにチャンスがあるかどうかっていう判断力はさすがにもう持ってらっしゃると思うんで、どうしても行きたいんだったら止めませんけども、私が行かない、プロのトレーダー行かない、中丸トレーダーも行かない、まあ、そういったところでね、考えていただければ答えは早く出るのかなと思います。本日は以上でございます。2つのことをお知らせしました。それでは今日もね、暑いですけどね、脱水症状にならないようになんとかウォーターを飲みまくって頑張りましょう。